逃げ場がない山の中、自分の身は自分で守らなきゃ。なに、学校の合宿を休んで塾だと？話にならんわ。だって合宿なんてほとんど遊びだよ。青春じゃ青春じゃ青春まっさかりじゃ。あれ、堀江さんだ。夜なさわるなって顔してるね、今日は特に。話してみたいんだけどな。うちらには思いつかないことを考えてた。ランコ、ランド、ランコ。せーの。でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。ランコ、ランコ、ランコ。き、木島くん。ごめんなさい。木島、また逃げられてる。うるさい。何今の。気になる。堀江さん、ちょっと待って。話したいんだけどいい？堀江さんってめんどくさそうじゃね。もっと簡単な子にすれば。バーカ。堀江だったら面倒なのも可愛いんだよ。話だけじゃなく、いろいろやりながら。でもそうそう、みんなでワイワイやりながら夜パーティーしない？何を言っても参加しなさい。簡単に言うけど、夜みんなで部屋に集まって、青春あるある、大乱交パーティーかもしれないんだよ。青春じゃ、参加しなさい。それでも親か。どうするの私、今日はメンパだよ。しかもへそ上タイプのおばちゃんから。女子のパンツはみんなツルツルしてる布地のやつかと思ってた。私とキジマのプレイが見たいの？また後でね。え、どういうこと？リア充王はきっとこんなこと思ってる。プレイなんか絶対無理。キジマにもパーティー断るよ。釘刺しておこう。